はい。ひとつきまわさしみです。今日は、あ元朝日新聞の記者で、プロのジャーナリストをされている宇谷博ちさんをお招きしてですね、えー、明日、まあ、これ9月13日に撮ってるんですけども、明日自民党総裁選が、投票が終わりですね、まあ、おそらく菅さんに,かになるだろうということがあるんですけども、それに関してですね、うん、いろいろ記事が出ておりまして、どういう記事かっていうとですね、自民党総裁選が終わった後の解散総選挙、いつにするのかっていうことの、うん あの、世論をね、見るための観測記事がボワーンと上がっております。はい。で、それは何なのかっていうとですね、はい、えー、森首相がですね、お寿司をつまみながら、えー、毎日新聞の記者と、はい、あの、話をしているというですね、大変仲難しい、あの、記事ではあるんですけども、はいはい。はい、で、この記事をですね、プロのジャーナリストである宇賀谷さんと、あの、二つの側面で突っ込んでいきたいと。うん いうふうに思うんですね。うん、一つは、これがおそらくアドバルーン観測気球、うん、解散総選挙の時期を見極めるために、まあ、世論を見てるんだろうと。うん、っていう記事だろうという、この解説。多くの人は、あの、アドバルーンであるということがわからないのでね。うん、で、二、うん、番目はですね、この記事、正直めちゃくちゃ読みにくかった。っていうのと、うんうん、もう本当にこれ、ジャーナリズムの なんていうか、ジャの字も守ってないっていう突っ込みどころ満載の記事なので、これについて、うがやさんとあの話をしていきたいというふうに思っております。なるほど。はいはい、うがやさんは、あの、このフェイクニュースの見方。<laughs> あーをですね、うん、書かれていて大変いい本なんですけども、うん、まあ、うん、マスコミとかにね、騙されないようにするためには、この本必須の本でございますので、はい、この番組でもマスコミでは取られない形で、あの、YouTube を運営しておりますので、こういう番組が少しでも広がっていけば、日本人にとって新しい視点、マスコミ以外の情報源というのが広がりですね、日本が少しも良くなるんじゃないかと信じております。はい つまり、ウガヤを称えようと、そういう番組でございます。<laughs> はい。チャンネル登録、いいね。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみに、フェイクニュースの見分け方は目指せ10万部、うんえ。私のチャンネル登録は目指せ40万人。東京新聞長官超えを目指しておりますので、うん、ぜひよろしくお願いします。すごいい,い本ですよ、うん、この本は。ありがとうございます。はい、いやー、しかし、このね、あの、まず最初にですね、私が言いたい。はい。この記事に対して言いたいことはですね、 堂々と飯食って取材したって言うなよっていうところですねうん、うん、もうこれあかんでしょんかぬるい記事やねこれはねぬるいよこれ、うん、<laughs> いやこれちょっと宇賀谷さんにお聞きしたいんですけども <laughs> あの新聞記者とかがね、うんえー、こうやって飯をおごっ おまあ、おそらく奢ったんだと思うんだけど、まあ、聞けば割り勘だって言うのかもしれないけどさ、あの、うん、飯食いながら話すぜ、とかっていう風に言ってさ、アメリカではど海外とかの,ジャンそのど、ちゃんと一線のジャーナリストたちは、これ、やるんですかこういうこと。 うん、あの、あれではね、いわゆるその、オフレコではやるかもね。うん、オフレコではね。あの、時間が取れないからちょっと飯食いながらとか、まあ、アメリカ人たちがよくあるのは、あの、パワーブレックファストといって、朝飯食いながらやろうとかっていうのは、うん、まあ、ありますよ。ありますけど、そこを、まあ、あくまで飯を食うのはプライベートであって、あの、それをインタビューの場にするというのは、あまりない。うんうんうん あまりないし、あったとし,てはあった,としたら、それは何らかの演出が加わってるというふうに考える、わ、うん、かるかな、はい、そういうくつろいだ場所を演出の舞台として設定してるんだというふうに、あんまり新聞系の人たちがこれをやるっていうのは珍しいよね、うん、だからまあ、あのこれは一種、あれなんだよねあの、読者に対する説明が不足してる記事だと、僕は思う。うん、つまりなんで え、森が今登場してるのかと。で、そしてなぜ寿司屋で寿司を食いながらという、あの、取材の場を設定したのかということが、うん、え読者に説明されてないんだよね。うん、はい。で、あのー、まあ。 えっと、ジャーナリズムの原則から言えば、うん、えっと、これは本来そこが説明されてない欠陥記事なんだよね。<laughs> まあそうですね。うん、なんか一応書いてあったのは、インタビューを申し込んだら森さんから寿司行こうぜって言われたから、寿司屋で話聞きましたぐらいのことは書いてあるんですけど。<laughs> あるね。うん。いや、でもなんか、それだけなんだったら別に寿司屋で聞かんでいいやっけとかも思うし。うん。んうでさ、うん、あのー、じゃあ、 あの寿司屋でメッシュを食うにしては、これあれだよね、うん、あのよく見ると、これは鈴木っていう、鈴木琢磨っていう記者がチとしているんだけど、はいはい、もう一人、梅村っていう記者がれ、この写真を撮った人ですね。と写真を撮ってるということだよね、はい。名前が書いてありますつまり、毎、え、日、ー、新聞側はさ、少なくとも2人いるってことじゃん。うん、だからこれは決してくつろいだ食事の場ではないっていうことよ。うんうん つまり森は横にカメラマンがいて、うん、写真を撮られながら話を聞かれてるということを意識しながら、うんえー、話してるっていうことだよね、うん、だからつまりこの会見の場所の設定自体が演出であるということを強く示唆してるわけよ。はい、でじゃあ、なんでそうなったのということに関して、前一の記者は全く説明してないよね、でねあのその辺がねちょっと作為に満ちてる感じがする。うんうん でまあとはね、まあ、フェイクニュースの見え方言なぜそれがダメなのかわかるんですけども、うん、この文章ね、情緒的すぎるんですよ。まあ、そうだね。うん。いや、なんか、でそれって、な、何の意図が入ってるかっていうと、うん、印象操作の意図が入ってるわけですよ。うんうん,うんうん。事実。例えば、と言ったっていうふうにね、 うん、この書けばいいところをですね、例えば、つぶやいたとかね、うん、あの、包帯をまあ、森さんしてるんだけども、うんはい、それをほどいた時に、痛々しく見えたとかね、なんかそういうのもさ、なんかすごく、とにかくなんか情緒に訴えかける文章なんですよ。うん、で、これって、なんかね、まあ、中を見てみるとね、安倍さんが、あのー、オリンピックをさ、あのー、まあこ、森さんはね、オリンピックの会長だからさ、 日本の。だから、うん、あの、安倍さんが持ってきたオリンピックに対して、うん、えー、安倍さんが辞めて大変残念で、うんぬんかんぬんとか、うん、菅政権ができたらすぐ解散すればいいんだとかっていうふうなことを言っていたりとか、うん、まあ、いろいろあるんですけども、うん、なんかそういうのをなるべく肯定的に、肯定的に印象付けようとする雰囲気が見られるなというふうに私は感じました。あの、僕がまずこの記事を読んで、うん、あの、この鈴木輝記者は甘いなと思ったのは、うんうん まずさ、森が癌であるということをさ、うん、これ、さらっとなんか、サム・基地の事実であるように書いてるけど、えって話だよね、<laughs> 読者にしたら。うん、しかも、首相在任中から癌だったって書いてるじゃん。<laughs> そうですね。でこれさ、うん、ということは森が首相に在任してる時に、すでに癌が分かってたってことなのうん、うん、ってことだよねで。これはさ、まず国民に知らせる事実を軽く見過ぎ。うん、だからで、なんか痛々しく思えたとか言ってるけど、えって話だよね。うん つまり、この人って、がんであることを隠しながら、首相をやって、うん、しかも、あれでしょ、日本オリンピック運営委員会の、うん、なんだっけ、会長、うん、養殖にいるのっていうことだよ。はい、で、これはさあの、政治家に対する報道としては甘すぎるわ。うん、うん。なんでそんなさ、病人がやってんのって話なの。うん、言ってることわかります、はい うんうん、だからね、この鈴木という記者はもうよく分かんないんだけれども、うん、要するにあれだよね、あの森首相側のさ、まあ、がんであるということをあまりあの強く書かないでくださいねみたいな要望を取り入れたって感じだよね、これは要するに、あの要するに鈴木という記者が、あるいは毎日のまあ幹部も含めて、うん、森がとあ,のあれだよね、傷の内容に関してさ取り決めを何かしてるっていうことでしょ。 もしかしたらあれかもね。あのー、原稿を見せたかもね。うん。うん。いや、私は原稿をね、後で見せたなっていう、うん、あの、形跡があるなっていう風に感じたんですよ。それは何でなのかっていうと、うん、でもその前にね、うん、まずそもそも、あの、原稿をチェックするっていうことをですね、うん、が、そもそもダメなことなんだっていうことをですね、あの人もあろうものがを読んでいる人はですね、知ってると思うんですけども、うん、<laughs> そうだ、ね、あのそこをちょっと、あの、改めて説明してもらってもよろしいでしょうか。 あのーまあ、報道に来てる人間はですね必ず守らなくちゃいけない鉄則は出版される前の原稿を絶対に部外に出してはいけないということなんですよ。でそれはなぜ、あのー、かというとその例えば取材相手に見せると取材相手はあの自分に都合のいいように記事を書き直してくれって必ず言ってくるからで例えばその、が、ま、ん、あ、についてあまり触れないでくれとかねだからこの森の症状を見てるとさ、うん これ、あれでしょあのー、要するに、寿司を食うために、うん、あの、昼飯を抜いたって言ってるんでしょと、うん、いうことは、これ、あれでしょ接触、つまりカロリー制限かかってるってことでしょこれ、相当重いんだよね、うん、ってことは、森死ぬんじゃないのって話じゃない、これ。うん、で、その話をさ、これ、情緒的な話にまぶしてしまって、ごまかしてるよね。でね、こういう話っていうのは、書くとね、 あれですよねあの例えば森は何年何月にが、うん、えー、癌の宣告を受けたと、部位、うん、は、えー、ここであった、例えば膵臓だったと、うん、でしばらくあの抗がん剤治療したが、うんえー、な何年か、ねあの、また再発していうことを書かなくちゃいけない、それが政治家にまつわる国民が知るべくんだよね、うんうん、この記事、それ,それはね、あのー、あれだよね、原稿見してやり取りした可能性があるよね、これ。うん うん、だから、そういう相手側の目を通った原稿っていうのは、要するにこれ、検閲なんだよね、うん、であのなぜ我々があが出版前の原稿を絶対に外に出さないか、まして相手に見せないのかっていうと、うん、それは結局それをやると検閲を受けたのと一緒になるからなんですよ。うんうん、でところがね、最近、わりとあの現場の記者、それ、ないがしろなんだよね、が、うん、あそうなんですか、うん、平気でで、ね、出版前の原稿、うん、あのこれでいいか。 原稿をチェックしてくださいとか流してくるやつがいるんだよね。うん、なるほどね。それは広告ならわかるよ。うん。ね。で、うん、私がね、あの、今回の件をおかしいなって思ったのが、まず、うん、あの、これ有料版なんで有料の人しか読めないんですけども、うんうん、あの、なんかね、正確に文章が繋がってない部分があるんですよ。うん、そうなんだ。はい。あの、例えばですね、あの、まあ、 安倍さんは相談できる人がいなかったっていうふうに言ってる部分があって、まあ在任7年8ヶ月になって、県、うん、政史上最長となった安倍政権は権力の私物化が批判の的になり続けたけども、うん、あの、政治の死である、安倍さんの政治の死である森さんから見てどう思いましたかっていうふうに書いてあるんですよね。そこになんかうにょうにょうにょ,うに,ょ,うに,ょうにょ書いてあって、なんか私が一番何個か驚くことがあったんですけども、うんうん、あの、まあ安倍さんは、 その、慎太郎さん、お父さんが辞めたときに、ね、うん、あの、秘書もみんな辞めてしまったから、ま、あの、うん、相談できる人が周りいなかったんだと。だから、森有問題なんかを眺めていると、<ー>こういうところは触っちゃいかんな、とか、うん、そういう線がね、わかっていなかったんだと思うっていうふうにか言ってるんですよ、森さん。ああ、森友のことね。はい。うんうん、で、あそう、森友、あのー、問題ですね。で、それに関してね、うん、あの、森首相がさ、あのー、 この、まず、と、森首相はい、森元首相は行ったっていうことも書いてない上に、触ってはいけないところに触ってしまったとかっていうさ、なんかすごくその政治の裏のドロドロ感あるじゃないですか。うん、あるよ。で、そこをさ、 この人は何も突っ込んでいないわけでですよ、ねまあ、突っ込んでないけど、突っ込んだとしても書いてないんだよね。うん、じゃあ、あなたにとって、僕だったら、うん、分かりましたじゃあ、その触ってはいけない部分って、何だったと森さん、思われますかって聞くと思うけどね、僕はね。ね。で、それその上でですよあの、どうなってるかっていうと、ですねあのいきなりね、その森さんの発言の後に、えーうん、なるほどっていうふうな文章が入るんですよ。うん、で、このなるほどって言ってるのが誰なのかもまず分からないんですね。 おそらく。筆者、筆者のつもりなんですょ筆者のつもりなんですよ,ですよ、うん。で、筆者がなるほどって流しておいて、お坊ちゃん政治家であることに、あるにせよ、首相まで上り詰めて、憲法十知を学ばずはずがない、持病の悪化とはいえ、あっさり退りいたのはいささか不思議だ、っていう文章が突然入って、そんで森さんの発言にまた続くんですよ。うんうんうん。で、 それで、あのー、急にね、そうだね、私が首相になったのは62歳で、首相に就任する直前で前立腺がんだと分かった、うんぬんかんぬんとかっていうことが書いてあるんですけども、うん、このね、なるほどの部分、変なんですよ。うんうん、これね、多分、なんか後からここはカットしてくれっていうふうに言われたから、なんか文章をつなげるためにわざと入れた、後付けで入れたんちゃうのっていうふうに感じた。 <laughs> まああるいはただ単に文章が下手くそなんで、まあ、どっちか、確かにこの文章下手くそやから、ちょっとよくわからんかったんやけど、うんうん、だからあれだね、この鈴木琢磨って経歴調べてみたらさ、うん、この人、政治部とかじゃなくて、うん、なんかサンデー毎日とか週刊誌記者上がりなのよくあるよ、あの要するに週刊、まあ、あの週刊朝日とかサンデー毎日とかさ、うん、週刊読みるとかそういう、そのいわゆる新聞社系の週刊誌あるでしょ。うんうん そういうところに、新聞社からこう、あの、人事異動って言った人に特有の書き方だよね、なるほど。うん。いや、なんでね、あの、まあ、そこもかなり、あの、私は、ハテナマークが、こう、ついたところではあったんですけど、うん。なんかね、もう本当に、これがね、こういう、その、いろんな突っ込みところ満載の記事であるという前提なんですけども、うん。あの、安倍さんの政治の死である、うんえー、森元首相が、 あの、菅さんでいいんじゃないかと言っていた。うん。あの、次の首相は菅さんでいいんじゃないかと言っていた。で、その上で、うん、あの、自民党総裁選が終わって、菅政権ができたら、 さっさと解散すりゃいいんだっていうふうに言ってるわけですよ。これが多分今回の記事の中で伝えたかった一つだと思うんですよね。うん、あの、菅政権ができたらね、さっさと衆院選解散しちゃったらいいんだよっていうふうに、うん、この言って、どういうふうにあの世間が反応するか。これをアドバルーンっていうふうに私はうがやさんから教えてもらったんですけども、うんそ,ね、それもおそらく多くの人は知らないと思うので、よろしければちょっと解説してもらってもよろしいでしょうか。 あの、あのバルーンってちょっと古い言葉でね。そうですね。もうないですね。<昔> <laughs> あのバルーンは、うん。ないですね。昔はあの、あれなんですよ。その、インターネットとかがなかった時代っていうのは、うん、その、パーソナル広告にあたるものなんですけど、うん、まあ、個人的に見て、親しみを感じるような広告の一種として、うん、あの、まあ、バルーンって風船でしょ、うんうん、で、ああいうその気球、つまりそのヘリウムとか水素とか入れた、その、うん、空に浮かんでいく気球があるじゃない、うん あれの下にね、広告をつけとくんですよ。で、その、そこに例えば、あの、大丸百貨店大売出し開催中と書いた。で、それを上げるでしょ。で、その風船とその、まあの、その札、まあ、垂れ幕の下を、うん、あの、デパートの,あの屋上とか結んどくのね。そうすると、ああ、そこにあの大丸デパートがあって、ああ、今大売出し中か、とかいう風にうん、うん、みんな見えるじゃない、うんうん でそういうふうなものを自分が一人が見つけるとね、下気、うん、を感じるからみんなそこに行くわけ。そういうその下に広告、アド、アドバーティスメントのついたバルーンのことうん、うん、アドバルーンって呼んでたんですよ。だからまあ割とその昭和の、うん、あのまあなんていうのかな、あのー、そういうアナログメディア時代ののんきな広告なんですね。そうですね、ドンキ。昔は見ました、昔は。昔はありました。今ないと思うんだう。<laughs> 今、変えて新鮮じゃないですかね。アドバルーン <laughs> 上がったらね。うん、うちもアドバルーンあげるか。宇がやひフェイクニュース4ずりおめでとう。調察とかねあ。あ、フェイクニュースの見分け方やフェイクニュース。そう、なんか iPhone X <う>発売中とか言ってそうな, <laughs> なんかアドバルーンあげたら。案外見て。表参道のね、あの、アップルスターの上でアドバルーンあげたら面白い。そう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 。だから、あの、要するにね、あの、アドバルーンっていうのはどういう意味かというと、うん、例えば、こういうことを政治家が言ったとしたら、うんうん 周りの客はどう反応するだろうかみたいなことを1回マスメディア上げてみるっていうのがあるのねだからあの菅政権ができてもその後すぐに解散・総選挙をすると森が行ったとしたら世論はどう反応するかなっていうのをあのマスコミで発言してみるっていうのをアドバルーンって言うんですよね。 だこれは、あれですよね、あの森が挙げたアドバルーンですよね、うん、それに毎日新聞が協力したということだねでさらにスーパー演出付きでね、本当に。うん、演出、だから寿司屋でしょ、どういうことかというと、この記事の,あの、まあ、なんていうのかな、割とそと演出が効いてるというかね、うん、演出されてるところは、今まで森というに、あの森喜朗という、 あの日本の争点に、に今ひ、非常に大きな議題になってる東京オリンピックというものの日本側、うん、の責任者というものは、うん、今までほとんどこういう人間的な形でインタビューを受けてないのよ、であのー、寿司屋で寿司をつまむ森喜朗という舞台を誰か考えたわけだな、うんうん、別に森喜朗さんね、森喜ね、うん、で俺は恐らくこれ、毎日側が考えたんじゃないのかと思うんだけどね。<ー> ねえまあ、どっちを考えたら分かんないけれどもそういうは設定したそういうい人間的なざっくばらんな雰囲気の中で、うん、つまり寿司ネタというのはみんな誰でも知ってるでしょ、うん、で、小肌は何とかねマグロは何とかみんな知ってるでしょ、うん、でそういう分かりやすい例えを並べながら、うん、そして食事をしてるというくつろいだ雰囲気の中で人間盛りきろうを見せながら彼がその解散・総選挙について 言及するという、これ、周到に計算された記事なんだよね。でね、僕が違和感を感じるのは、僕だったら、この舞台を誰が設定したのかということが書かうん、それは森側から申し入れがあったとかね、あるいはそれはこっちが用意したと、それはそういう雰囲気作りしたかったからだと自分で書くよね。毎日がずるい、この数記者がずるいのは、そこは全く飛ばしてること。 誰がこれ演出したんだと、うん、っていうことだよ、ね、いやそれからさ、森喜朗がさ、うん、安倍の,その政治上の師匠であるなんてこと、これ、当たり前、あの基地の事実のようにここ書いてるけど、うんうん、本当は、じゃあ、それを裏付けるエビデンス必要だよね、うん、ね例えば、安倍がその官房副長官の時に森は何だったとかさ、うんうん、彼らの師弟関係がどこで始まってるのかっていうのを、事実で書かなくちゃいけない。うんうん だからこれはさ、あの重大な事実がたくさん入ってるのに、うん、あのそれを簡単に済ませすぎ。ねだってね、だって日本のオリンピックの委員会の会長はさ、が、うんガン患者なわけでしょ、これ <laughs> いや、今は治ってますよ、今は。本当えっと今は確か治って、が、え、ん、ー、えー、っとですね。 私が首相になったのは62歳で、その時に1年間のホルモン注射と薬でしのいで、首相退任後に手術をしたう々ぬんかんぬんというふうに書いてあって、なんか今人工透析としか書いてない。人工透析受けてるんでしょはい。ということはさ、糖尿病じゃないだからまあ昼飯を抜いたんだとで。でしょされる。でしょうん。で、透析ってさ、週に3日行かなくちゃいけないんだよ。ああ、そんなに行かなあかんのや。 そんなさ、重病人がさ、日本のオリンピック招致の責任者なんだよ。うん、でそんなもんさ、さだって海外旅行もできないじゃん、ね、投石受けてる人間は。うん、うんこれさ、あれだよね、みんな僕、その記事の時えっ、ー、とか思うよ、やっぱり。そんな重病人が招致責任者なのって話なの。 そもそも癌闘病中の私は組織委員会が軌道に乗るまで会長を務め、その後は首相を終えた後、えー、あ終えた安倍さんに託すつもりでいたっていう風に書いてるな。まあそうだね。だから、今はでも治ったのかななんかでも特効薬で治ったみたいなことも書いてあるんですよね。だからそこは聞かなきゃ聞けない。特効薬で元気になったっていうのもさ、すごい話じゃないですか。 いやそれ特効、あれなのそれはそのどういう治療をしたのかっていうことって書いてある、ね、書いてない。がんの特効薬で元気になったって書いてある。そんなもんさ、うん、そこを聞かなきゃ。うん。いやだからさ、もうこの記事、なんかよく分からんことがたくさんなんですよ、本当に。だからそれはあれだよね、森喜朗というさ、うん、極めて重要なキーパーソンを出してきたのに、うん、この記者が消化しきれなかったんだよ。うん、記事として。 で新聞側も、そのあれなんだよ、うん、なんかなんかちょっとあの、ああのの森喜朗、くすし食わした面白いんじゃないの程度の軽いノリで使ってしまって、<laughs> うんうん、今、本当に国民が知るべきことを伝えてないよね、これはね。いやー、まあ、でもこの記事から思うと、まあ、私もちらほら他の記事とか読んでたりすると、早期の衆院解散をしても、世論はね、あのー、自民党批判になびかないかなっていうことを、なんか。 考えてる、観測してる感じがするね、記事がポツポツ出てるんですよね。で、他にも、その、まあ、知り合いの、その記者の人とかから聞くと、自民党早期解散、10月あり得るから準備しとけっていうのが議員に回っているとかね。なんかそういう話を、うん、ま、それは一つ手で聞いたんですけども、うん、とかっていうのがあるので、まあ、ご主義相場あるじゃないですか、今、菅政権の。うんうん、で、それに乗っかってさっさと衆院解散したいのかなっていう気がしますね。うーん。 まあそれはあるだろうね、うん、まあだけど、あれだよね、あのまあ、要するにそういうふうにさ、あの政策のこうバックにいる森とかね、うん、あるいはまあ誰でもいいですわ、の口からね、うん、あの要するに解散・総選挙の言葉がこうやってマスメディア中に漏れ始めるわけでしょ。ということはき、あの政治家にしても記者にしても、みんなね、うん、ああ、これありえるんだっていうふうに、うん。 つまり彼らは容認してるんだっていうふうに受け取るでしょ。うんうん、こういうの解散風っていうわけだよね。懐かしい、なんか解散風とか。<laughs> うん。解散風が吹いてるっていうのよ。だからこういうのはね、あの国民は何のこっちゃ分からへんん、うん 本来ならば、ここで森の話でね、うん、森という、その、安倍の一人の、後、ま、見、あ、人の一人が、ここで解散という言葉をあの口にしてると。うん、このこと自体に記者が驚かなくちゃう。そうですね。だからそれで、あこれは、あの、彼らとしては観測機器を上げてるんだなと、うん、アドバルーンを上げてるんだなというふうに記者が書いていれば、読者はこれに共感すると思うけれども、うん、この記者はさ、あのそういうあれじゃない あの、安倍の観測気球、アドバルーン上げに協力してるわけでしょ、うん、うん。しかも寿司屋まで用意してね。あ、ごめん、安倍じゃない、森か、あ森ね。そうそう,そう、うん、他にもなんか河野太郎、なんかいやらしいなって思うんですけど、河野太郎いるじゃないですか。うん。ねあ、あれが、あの、アメリカのシンクタンクで、あの、要は、うん、10月、アメリカの大統領選挙よりも先に、あの、解散するだろうみたいなね、こととかを、なんか確か、あの、喋ってるのがちょろっと流れたりね。だからだんだん近づいてきてるんですよ。うん <laughs> もあのむ大臣クラスが早期解散に日本で喋、じゃなくてアメリカで喋ったから、ね、首相経験者が日本で喋ったとかにだんだんなってきて、だ,ね、<laughs> だんだんこれだからこう、<laughs> あの解散じゃなくて、その辞任の時もそうだったじゃないですか、この病気かも、病気かも、大丈夫、大丈夫、病気かも、病気かもみたいな感じで、で鵜飼さん、それ、分析された動画を一緒に撮ったじゃないですか、それと本当これ、似てんなっていう感じがすごい一緒だよ、一緒だよ、まあこういうのをさ、漏れ伝わってくるっていうじゃない、漏れ伝わってるっていうのは、さっきの話だけど、いや、もうすぐ解散・総選挙ありますからって、河野太郎がいきなり言ったらさ、ーとかそりゃそうだわ。 だから、それは、あれだよ、河野太郎はさ、そんなリスク取りたくないでしょだから、彼らは、あ、彼は日本から離れたところに行って、政治部の記者がいなくて、アメリカの特派員しかいないような環境を選んでさ、あるかもねっていうわけでしょだから、そういうのも、もり伝わってくるって言うけど、彼らの、だって、あれだよね、本心は明らかだよね。 もちろん河野太郎がそうやって向こうであるかもねって言えば政治部出身のワシントン・東海クの記者は河野太郎のとこ行ってさ、うん、いやこれ、あれなんですよねつってあの解散・総選挙があるっていうふうに河野さん見てるんですよね聞いてるよ、うん、必ず河野、ねえー、はいやそれは当然視野に入ってるよって言うと思うよ、うん、でそこは政治部の記者は解散・総選挙があり得ると河野が言ったと書かない。うんうん 絶対なそれは裏,裏情報というか、ブリーフィングというか、うんあ、そういうものとしてみんな認識してるんだというふうに政治部の記者がインプットして、それで終わりなの、インプットして終わりということは文字にならないから、読者は永遠に知ることだ。うんね、で、読者は、えー、っと例えばあの菅政権ができた後に、うんえー、国会開かれるでしょ、うん、いきなり解散・総選挙になってみんな、うん、なんという唐突なっていうふうに言うわけ、うん、だけど新聞記者たちは知ってるわけ。うん そういうういい話話は漏れて,て,漏れてたという話よねだから今清水さんがやってる作業というのは、うん、新聞記者たちがいろんなやつが解散・総選挙で言うようになったなっていうそのちょろちょろ漏れてるさ解散・うん、総選挙の,その雨漏りみたいなものをさこうやってバケツで受けてるわけ、うん、でバケツで受けていればあれじゃ、ね、あいそういうふうに言い始めてるってことはありえるんだなっていうふうに分かるじゃない。うんうん だけど、大体の国民はそんなことしないから、うん、ある程度です、ね、屋根がガバッと抜けて、<laughs> 雨がザーッと降ってきて、<laughs> あほんまにうみたいな。<laughs> なんでこんなことをマスコミは教えないんだっていう。うん、いやマスコミは、いやいや、われわれはそういう観測があることを報道してましたと言って、いや、本当に。うん。何なんやろな、これ、本当に。 いやだからこれはあれだよ、典型的な政治部的な発想だよ、うん、そうす、ね、つまり政治部が、うん、つまり新聞報道というものが、うん、そういうあれじゃない、あの政治家の,、うん、あの解散・総選挙に向けた観測機器を上げるとか、うん、セロをそっちの方に、うん、あに解散風を吹かせると、彼らは言うけれども、うん、それにさ、協力してるってことじゃ、うん。 だから僕、いつも言ってるように、こういうのっていうのは、新聞そのものが政治家の側に立って、世論作りに協力してるってことですか？うん、これは報道機関の役割じゃないよ、そうですね、もうプロパガンダですよこれは。プロパガンダだし、彼らという、だからいつも言ってるように、新聞そのものが政治家や官僚といった統治機構の一部で、一緒にチームプレーしてるってことでしょうこれ、うんうん でこんなものは、あの政治と、あ,のあれだよね、あの市民、国民、つまりそういう権力とかあのインサイダーにいない人たちのために情報を知らせるという立場で、あの報道のあり方じゃないもん、これ、うんうん。だから清水さんのこの添削っていうのは、そういうあれでしょ、うん、市民の側から見たら、この記事はおかしいんじゃないのかっていうことを添削したわけですよ極めて貴重ですよ。うん ちなみにどんな添削をしたかっていうとですね、いろいろあるんですけど、うん、まあこれ一応有料記事なんでね、全部その見せるわけにはいかないなというふうには思うんですけども、うん、あの赤文字でね、この記事ままず、まず読みにくかったんですよ、そもそも。うんね、まあそうやな。あのー、で、ツッコミどころをね、黒い太文字にして、私のツッコミの意見を赤文字にしてですね、 はいはい、まずやったのがですね、開業がきちんとされていないので、開業をきちんと入れてですね、空白が変なところにあるんですよ。これ多分開業入れるべきところに空白がね、開業抜け取るんですよ。はいはい、まあいろいろズタズタに刻んだよな、そう。で、うん、お文章としておかしいと。で、だからね、もうなんかね、インタビュー申し込んで、行きつけのシシャでどうだと言われたっていうふうに、 ね、うん、いつもこういう風うに飯食ってんのか、ジャーナリストとしてダメだろうって、しかもそれ記事に書くなよとかね。で、あの、わざわざ東京六本木にある隠れや寿司屋に駆けつけたって。で、これ高級寿司やないかとかね。そうなんうん。六本木の隠れ寿司屋って言ったら高級寿司ですよ、当然。そうなんですかうん。で、私はそういうのい全然知らんのでごめんなさい。もう、あの、ギロッポンでシースーってやつですよ。 ああ、そういう報告代言系ですね。<laughs> そうそう。でもなんかね、あの、なんか渡哲也さんが最近亡くなった時のね、やつに触れて、うん、あの、私も旅立ちが近いのかなというふうにね、森さんがあの、うん、言ったところとかをね、うん、なんか文章情緒的すぎるやんって。あの、こんなん情緒的やし、うん、まあこういうのを昔は汚染地記事って言うんだったんですよ。ああ、お戦地記事かし、ね。お地、センチメンタル。うん なんでかっていうと、これ、あれでしょ、しあの政治家っていう、われわれのあれでしょ、税金を執行する人、うん、監視すべき対象の人たちを相手にしてるんだけど、うん、れあれじゃん、要するにその相手に感情移入しすぎじゃん、うん、しすぎだよ、本当に。あ<ん>友達かよって感じまあ,まあ友達というかさ、一緒になってさ、うん、あの あのれじゃん、おセンチになってるじゃん、あの渡哲也さんも行っちゃったし、私ももっとみたいなに、森さん、僕、悲しいですってうるうるしてじゃん、記者が。でね、毎日の記者ってね、こういうね、権力者に対しておセンチになるんだよね、なんかなるほなでね、こういうふうにね、まあいいよ、例えばあの原発事故でね、家を失った人に対して同情的な、それはいいさ、権力を持たない人だからね。 森みたいにさ、日本の権力者の頂点にいるやつに、こんなにお染地に同情してる記者って、俺やっぱ甘いと思う残念ながほ他にも、ですね例えばね、安倍首相がね、とにかく東京五輪の顔であり、立役者なんだっていうふうに言ってるんですよ。でもねこの記事の中でそう言ってるんですけども、契約先はですねあくまで東京都なんです。 まあそうや、まあ、あれは開催都市契約というのがあって、本来の顔はですね、小池都知事なんですよ。まあそらそうやね。それなのに、契約主でも何でもない、うん、あの、と、あの、安倍首相がですね、なんかこれだけ謝罪できてるのが、本来おかしいっていうことも触れてない。うん、ああ、おっしゃる通りですね、うん。で、さらにですね、なんかあの、神は見捨てないと。ね、五輪成功へ力を進んでいくんだ、みたいなね。 こととかをね、うん、こう言っているんだけども、その発言もですね、うん、そもそも、このね、文章によくあるんですけど、誰が言ったのかわからない。と、森本首相は言ったとかっていうふうに書いてある部分もないし。もう、よう分からんのですわ、ほんとに。はいはいはい。<laughs> <laughs> で、他にもね、あの、安倍さんはね、大会組織、オリンピックの大会組織委員会最高顧問かつ議長ですって言ってるんです。さらっと。うんうん、でもこれ、うん、私はね、 オリンピック問題かなり取り上げてるから知ってるけど、うん、皆さん知らないでしょ、うん、オリンピックの組織委員会、ねオリ、オリンピック大会委員会にね、うん、あの、安倍さんが最高顧問かつ議長。で、そしてオリンピック委員会は4億円の顧問費用を払ってる。うん、とかね、知らないでしょ皆さん。だからこんなことさらっと書くなよっていうふうにも思うし。うん で他だね、この辺はさ、記者たちとか政治家たち、くろう筋はみんな知ってんだけど、読者は知らないでしょ知らんよ。この記事は目線がクロート筋なんだよ、国民じゃなくてね。だけど、恐らくね、恐らくね、これね、スペースが足りないんでね、いっぱい詰め込もうとしてね、ずたずたに切ったんだと思う、これ。なるほどな。だからね、こういうふうに国民が今、国民目線でね、クロート目線じゃなくて、 あの知ったら、うえって話いっぱい書いたでしょ。うんうん、それに対してさ、何の補足説明もエビデンスもないじゃない。うん、だから、あのこれ、ネットの記事として見たら、うんね、もっと書きゃいいのにと思うじゃん、ネットにはスペースがあるんだから。うんうん、だけど、新聞の記事って神だから、スペースに制限があるでしょ。うんうん、これ、多分ね、そのスペースの制限でズタズタに切ったんだと思うよ。 ななるほどなそれでね、私もね、宇賀谷さんの言われる通りね、もともと紙の記事で出す予定だったんじゃないのかというふうに感じたのが、うん、変なところの空白とか、開業、うん、のなんかおかしさとかっていうのが、これ、どんけじゃないんですよ、もともとい,はい、はい、事を読むといいや。というかさ、うん、あのネットで紙面、あの字数に制限がなかったら、うん、もっと書けるよね、うん、これ。でその、例えば僕のノートなんかさ、1回1万字とかあるわけよ。うん 1>, 1万字って、ね、原稿用紙に直すと25枚、うん、大体単行本の8分の1ぐらいの量ら、うん、それぐらいですね新書の8分の分ぐらいです、ね、書いてる、なぜ、うん、かというと、自活に制限がないから、うん、でこの毎日の記事も自活に制限がないんだったら、うん、誰が寿司屋で取材しようと言ったのかとか、そこから書けるはずなの書いてないでしょ、うん、だからこれ、紙の記事だよね。うん うん、でさらにですね、もうどん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 最後の方になると赤の赤ペン先生の添削がですね、あの、うん、多くなっていくんですけども、あのー、いろいろあるんですけど、うんえー、なんかね、最後の方の文章でおし森,森さんはね、 あの、うん、まあ、森さんはとも主語がないんで、主語と述語が成り立ってないんですけども、はいはい、おしまいに小肌をもう一貫つまんだ、うまいな、そうつぶやいた、はい、やおら右腕の包帯を外した、人工透析の太い注射の跡が痛々しか、痛々しいって書いてあるんですよね。痛々、うん、しいと感じたのは誰なんですかと。うんうん、おそらくこの記者なんですよねと。わかんないですよと。いわゆるあれだ,<と>だよね。あの、こういう記者の主観にしか過ぎないことをそう、 あたかも客観的事実であるかのように書くという、うあの、あれだよね、その主観と客観が、あの、曖昧な記事だよね、これは。で、非常に情緒的な文章で、せめて書くんだったらね、包帯外して注射の跡が見えただけでいいんだよ。いいんだよ。うん。うん。で、そ、そのね、情緒的な文章を入れた上で、最後に書いてる文章がですね、 うん、この記事で、えー、森さんが一番言いたかった、強調したかったことだと思うんですけども、うん、何かというとですね、もう何があっても動揺せん。うん、コロナが収束し、国立競技場に成果が灯る日まで、えー、死ねは死ねんよ、私はっていうふうに書いてるんです。うん、要するにこれは観測、あの、総裁選後の,あの解散総選挙の観測気球と、オリンピックこんなに頑張ってるんだから中止とか言わないで <laughs> っていうですね <laughs>。 もう情緒に訴えかける記事なんですよなおっしゃるとりですよ、あの死にかけの老人出してきて、うんあの、俺は死ねないっていうぐらい頑張ってるんだから、うん、あのこの人の思いに免じて、オリンピックやろうよって言ってるわけでしょ、うん、クズだよ、ね、<laughs> いやあ,の、ね、あのね、皆さん、オリンピックね、もうすでに一丁数千億使われてるんです。 <で>うん、これから開催したら、さらに1兆、2兆と、つまり合計3兆以上かかる可能性があるんですよ。うん、で、そう金額がでかすぎて、ピンとこないかもしれませんが、オリンピックに行きたくない人、うん、興味のない人も含めてですね、国民が、日本国民1億人いたらしましょう。つまり、皆さんから3万円ずつオリンピック費用を抜き取ってるんです。うん、そういうことですよ。それ許せる嫌な人いるでしょ。つまり、1億人に対して3兆円を振ったら1人3万円だろうな。うん さら、うん、にですよ、じゃあ、それでもまだね、ピンとこない場合は、消費税増税でね、8%から10%で上がったきの税収というのはですね、うんえー、18兆円が21兆円になりました。うん、ってことはですね、オリンピックなかったら消費税増税遅らせられたんだよ。そういうことです。じゃあ、景気もっと良くなってたんだよ。そういう,そういうことですむちゃくちゃじゃないですか、そこら辺のことは全部何も批判せずに。 この提灯記事を書くわけですよ。そうそう。まあ、たかが、あの、運動会になぜ国民が一人3万円払わないかな。いや、本当だよ。だって、赤ちゃんから死にかけの老人は全員ですからね。うん、だから、4人家族だったら、オリンピックのために12万円払って、あ、そこ、12万円か。はい。払ってるんでしょはい。アホカとト <laughs> はい。それではですね、あの、ここにですね、なんでこんな提灯記事が上がるのかっていうのをですね、うん、あの、アドバルーンの視点というのと、もう一個、あの、 ちょっと証拠を挙げたいと思いますうんうんうん今さんに送りましたメッセンジャーではいじゃあ皆さんにも見せましょうはいじゃん東京2020パートナー、うん、毎日新聞あーあーこれかフん要するにですねもう毎日新聞がオリンピックのスポンサーである以上うん やってもらうと困ると。そううん。もう、だからね、こういうのが多すぎるの。本当に。あのー、あれなんだよね、これね、あのー、アメリカでオリンピックあってもさ、うん、ニューヨークタイムズは絶対パートナーにならないからね。ならないならない。だからなんでかって言ったら、取材する対象と利害関係を持ってはいけないっていうの。いや、そらそうですよ。あの、ジャーナリズム鉄則だもん、そ、うんなものは。でもしこれ、寿司おごってんやったら、スポンサーになってる寿司までおごってたら、もう。 あスポンサーからお寿おごるわけか。<laughs> <うぞ> <laughs> だからね、おそらくこれね、あれだと思うよ、前新聞がさ、いや、オフィシャルスポンサーやと。うん、だから森の森サイドにさ、うちもスポンサーなんですみません、ちょっとあの森さんの声って聞かせてくださいよと。うん、あんまり出たはりませんしと。うん、で、ちょっと人情味のあるその庶民派で、うん、あの森さんの演出、あのイメージって言ったら、どういうのがいいですかねとかいうの相談してると思うよ、うん、これ、そうあと思うよ。 でさ、あのー、皆さんね、あのー、じゃあ、その、毎日新聞がオリンピックのパートナーになるのはけしからんと。そ、うんうん、いうふうに、マスメディアがね、うん、本当に厳正、公正に批判、批評すべき対象の利害当事者になってるのよ、うん、くないと思うでしょ日本の新聞社なんて、取材対象と利害関係持ってるなんてもう日常飯事なんだよね。あ、ね、えばさ、朝日新聞はさ、高校野球でしょ、うん 高校野球の主催者だからね。うん、で、読売新聞は読売ジャイアンツでしょ、うん、あと、周力桝太郎先生が始められたあの原子力発電所。<laughs> あれはね、読売新聞の社あの事業ですからね、うん、原子力発電所っていうのは。そうです。読売新聞は原子力発電にあの利害当事者なんだよね。うん、だからその奴らが原子力発電に公正中立な指標を加えられるわけがない。うんうん、だから、マスメディア企業っていうのは、そういう 取材批評の大衆になるようなものと利害を持ってはいけないの。うん、なのに、日本の新聞社はそれ日常的に破って、うん、しかもそれは車だと言ってるわけね。<laughs> あいつらはあの、ジャーナリズムなんかじゃないの、あれは、うんうん。だから僕は日本には偽物の、要するになんちゃって、ごっこ遊びの報道しかないって言ってる、うん、あれは報道ごっこ、でうん、ジャーナリズムごっこであって、日本の新聞っというのは、うん、そんなものは。 報道でもジャーナリズムないから。日本人っていうのはそういうね、ごっこでごまかされてるのよ。うん、はっきり言うと。でもうそろそろそういうものは終わりにしようぜって僕は言ってるわけ。せめて僕の世代で終わりにしたい、これは、うん。でね、私はね、よく、まあ私、あの、いわゆるロストジェネレーション世代ってやつですよ。ロスジェネ世代。<え>ロスジェネ世代ってやつ。 それはあれですかあの、頭の中身がないってことですか <laughs> 違う。違 <laughs> うのいや、頭の中身もないかもしれんけど、あの、ロストジェネレーション世代あわかった、わかった。髪の毛がないってこといや、髪の毛あるでしょ、動画てるのあるでしょ、動画あ,ー <laughs> あーびっくりした。いきなりカミングアウトするのかと思った。実はカツラでした、みたいえらいこっちゃ。今日ね、僕ね、冗談少な、少なめなんですよ。うん、少なめですね。さっき撮った動画も少なめじゃないですか。コロナウイルス空気感染の話も。うんうん ちょ,っとちょっと自粛してんの今。 るギャグ自粛なんですね。うん、ちなみに、あの、ひとつき万札のオーナー兼運営者の私から、うん、うがやひろみちに対してですね、ギャグを自粛せよという要請は行っておりませんので、うんうん、皆さん誤解ないしようね。はい。うんうん、<laughs> あの、どういうこだ,だけど、あの、カフでは、カフェでは、シメルさんから、うが様さんの話は長いという,う苦情がありまして、ね。ねえよ、そんな苦情。<laughs> <laughs> まあいいや。まあいいや。これでその、髪の毛がロストジェネレーション。<laughs> いや、ロスジェネっていうのはね、 もう何言おうとか思ったか忘れたけども。忘れた。あの、バブル崩壊後の就職氷河期。うん、ええー、要するに1990年ぐらいからの、うん、あの、就職難だった人たちのことを指すんですけども、その頃すごい苦労したわけ、私は。わかるよ。ねで,で、その後に、あの、何が起きたかっていうと、まあ、失われた10年って言われましたね、最初は。うん、もう30年ぐらい経ってるけどね。はい、あれは、 この子供ご子供のね、子供新聞って言うと子供に申し訳ないから、それすらも言えないけども、あの、要するに、このね、えー、マスメディアの怠慢が引き起こしてるよ。失われた10年、20年、30年は。ああ、もちろんそう。日本がこれだけ貧しくなったのはね、あの世界経済で負けたからだよ。もちろんそう。なんでかっていうと、ワシントンポストニューヨークタイムズの記事と比べてね、うん 例えば今回のトランプ大統領が実はコロナウイルス空気感染すると思ってたんやっていうふうに暴露されたワシントンポストの記事1万7000文字ですよ、うん。はいはいはい。でもそれに対して朝日新聞の記事はですね、400文字ですよ。まあそうですね。こんなに情報格差があったらね、経済戦争で勝てないから。うん、まあそうだね。ああまあだから、あの、要するに国力って っていうまあ総合的なね国の力っていうものはいろいろあるんですけど、例えばその金融力とかね、マネーの力とか、あとミリタリーの力、僕はやっぱりねメディアの力って大きいと思うんですよ。でああのまこれをあの大国であるための3つの M っていうんですよね。マネー、ミリタリー、メディアね。でね、日本はね、マネーは昔あったんですけど、最近ないんですけど、ミリタリー、メディアは壊滅。 まミリタリーはもともとだめだわね、うん、平和憲法かかってるからね、うんうん、だからメディアだめなんだよね、うんうん、日本って。でね、これはね、あのー、情報収集力という意味でのマスメディアもだめだし、うん、日本のテレビとかさ、うんあのー、情報発信力ないんだよね。うん、例えばアメリカのテレビって、なんだかんだ言って、あ,のー、あれとか、セックス・アンザ・シティとか世界で売れたりするわけよ。だけど、日本の映画とか、うん、日本のドラマとか、 アニメマンが覗いたら、うん、世界で貫通力のあるメディア、あのコンテンツないよ。あのすごい昔のおシーンは流行ったけどね。<laughs> あの、イランとかで流行りましたね。<laughs> いや、まあなんで、そういう意味ではですね、うん、日本の衰退はこのマスメディアの、うん、もう本当に、あのー、ごっこ、政権との仲良しごっこ、これによって国民がどれだけダメージを負ってるかっていうことは、うん、多くの人は知らされていません。 まあそうだね。はい。で、その中でね、少しでもマシな、あの、情報をね、うん、あの、手に入れたいというふうに思う人は、うん、どうしたらいいか。うん、ね。今からいつものあれに行きます。目指せ10万部。はいはい、フェイクニュースの見え方を買う。これです。はい。ね。おかげさまで、4、え、釣、ー、りまで行っていきました。ね。これを、今2万部ぐらいまで行ったのかな今、あの、釣り部数で2万ぐらいですね。はい。えー、なので、うん え、やっぱこれがね、10万部ぐらい投資ですね。私がメディアについて語ったりですね、文、新聞の文章今回ね、いろいろ批評しましたよね。これの基本的な考え方す全てこの宇賀谷博道さんのフェイクニュースの見分け方。うん、これによって成り立っております。ありがとうございます。はい。もうな,なるほど、あれだよね。本当に清水さん、あれだよね。私の本に書いたことを忠実に新聞記事に実行してるというかさ、はい、適用してるよね。あの、めちゃくちゃ、あの、今回の毎日新聞の記事を添削するのもですね、 途中で嫌になるぐらい添削ポイントがありましたけども、あ,あ,のあの添削見ててさ、うん、いや、清水さん、俺より厳しいなと俺なんかもう、あっち側の世界の連中、うん、みんな知ってるから、うん、まあこの程度、サンデー毎日の出身の記者だったら、この程度のおセンチな記事が、うん、なんかその、なんていうの、情緒的だと思ってるんだよなとかね、うん、こういうの、ストーリーがあっていいと思ってるんだろうなとかね。うん なんとか、あまあ、でも、しょうがないな、この程度の低い例だと思って見ちゃうのよ。うん、だけど、清水さん厳しいね、やっぱりね。だって腹立つもん。許さんっていう感じだよ、ね、いや、だって、これのせいで我々貧乏になってるんですよ。まあ、そりゃそうだ。もう、勘弁してくれよ。まあ、だから、それはあれだよね、あの重要なポイントで、報道の連中っていうのはね、俺たちがどんなぬるい報道をやってても、実害がないだろうと思ってるんだよ。いや、そんなことないから。だけどね、実害あるよね。<laughs> あるって。ある。 ある、それは何かというとさ、日本がどんどん経済的に衰えていくということだ、うんうん。で、日本が民主主義国としてあの未熟であるということと、うん、経済力が衰えていくということと、うん、これマスメディアがこういう幼稚な報道ごっこしかやってないということは、うん、これ、すべてつながってるからね。そうだよ。うんだから。マスゴミがーとか言ってる人たちは、もうちょっと重大に考えた方がいいですよ、これ。うん、いやだからねあの、そういうこ全く同意しますね、うん、だからね。 バスゴミとか行って、うん、あの、なんか、アガチョに酔っ払ったおっさんがブーブー行ってるみたいなことをツイッターで書いてさ、喜んでるやつはああ、バスゴミが興味ないかいやいやいや,いやみたいな。ああいうね、あの人は全員ね、あの、墓場に行った方がいいと思いますね。<laughs> 多分それはね、過小評価してます。今回の、こういう問題を。はい。全員コロナウイルスで死んだ方がいい、ね。<laughs> いやいやいやいえー、ただいま、あのゲストから多少過激な発言があり、えー、皆さんが不快な思いをされたのであれば大変遺憾である。 すいません。はい。誤解したのであればいかん。皆様にご不快を与えたとすればお詫びしたいと思います。はい。あの、まあ、あの、誤解を与えたのであれば、あの、お詫びをするが、うん、与えていないのであれば、お詫びをするつもりはないということですね。<laughs> はい。それは、<laughs> 政治家がよく使うやつ。えー、はい。東大は法検定1級保持者でございます。はい。私まだ2級ぐらいですね。わかりました。はい、あのね。はい。いや、だけど、<laughs> 真面目な話、要するにこれは、 俺たちが持っている日本という民主主義、民主主義生態、民主主義社会としての未熟さ、その今まで僕たちはごっこ遊びで我慢あのというかごまかされていたものの馬脚がみんな現れてるのよ。うん、つまり、えー政治、民主主義ごっこ、うん、マスコミごっこ、うん、報道ごっこ、金融政策ごっこ、うん、オリンピックごっこ。 国民ごっこも入ってるよそうそうそう、うん、だから一番の誤解は日本はまともな民主主義国だと思ってることが間違いなの、うん、だから日本の国っていうのはこれエセ民主主義で民主,主義ごっこをやってるのに過ぎないわけ、うん、だから国民の声なんか無視されてるね、うん、でマスコミはあれでしょ国民の声なんか無視してもいいと思ってるし、うん、国民が知りたいことを知らせなくてもいいと思ってるでしょ、うん、ら僕らそういういね 共同幻想を持ってるわけ。うん、日本はきっと西欧並みの民主主義国だと勝手に誤解してる。うん、そんなことは全くない。ね、全くだ、けしからんと思った人。うん、新聞、テレビ、ネット雑誌、コメンテーター、嘘にニもうんざりだ。フェイクニュースの見方、目指せ10万部。やったー。はい。ちょっというわけでちょっと大きく。<laughs> アマゾンのリンクを YouTube の説明欄に書いておきましたので、ぜひクリックして書いてほしいなと。 いうふうに思います。はい、えー、もう一冊買ったよっていう人は2冊目。えー、もう二冊買ったよっていう人は3冊目。えー、もう三冊買ったっていう人は10冊目。えー、買ってください。はい。あの、2冊3冊を買ってくださった方は、私のところに送っていただければ、あの、サインして戻しますので、えー、手数料1万円それを1人で1冊3000円で売っていただいて、儲けていただく <laughs> あの、ネズミ広方式でいきたいと思います。<laughs> まあ、そんなわけで、えー、ちなみに、はい、えー、ちょっとですね、せっかくなんで、はい、うがやさんのフェイクニュースの見え方は、今、はい、アマゾンでいくらになってるのかチェックしましょう。はい。 フェイクニュースの見分け方チェック、えー、どれぐらいなんでしょうね,えっとですねよいしょ出ましたえー、っとねまず中古が、ね、963円プラス送料257円となっておりまして、えー、2216円とかもあるなすごいな あの、何なんですかね、本当にこれは。えー、うん、さらに一番最高高値を見るとですね。うん、えっと、三千3452円すごいな。はい。えー、新品をぜひ買ってください、皆さん。新品を。あの、というかですね。 3500円あったらですね、うん、800円との差額は私にカンパしてください。<laughs> 本当ですよね直接送ってください <laughs> そしたら、うちにあの,にあのいっぱいあるから送ったけげてもいいぐらいは、まそれでもいいよ。<laughs> それをよろしくお願いします。<laughs> でもその場合は、あの清水優子と宇賀弘サイン入れて3万円で売りましょう。<laughs> それもいいですね。<laughs> なんかどんどんマルチになってきますね、我々 <laughs> ね <laughs> であの最後にあの ね、千冊買っていただくとですね、2割引きでおろすことができるので、うんえー、それをあ<ー>あの購入をしてですね、で、それを皆さんに販売すると儲かるというですね。うん、で、さらにそれを、あの、子に売っていくともっと儲かるというですね。なる,なるほど、なるほど。ネットワークビジネス的な展開はしておりません。うんまあ、あの、ね孫会員になると、<laughs> さらにそこから副収入が発生してですね、あの、シルバー会員、ゴールド会員、<っ>プラチナム会員とランク上がっていくようになっています。はいえ。そういうのはフェイクニュースです。 はい。はい。<laughs> まあ、そんなわけで今日も読書っていうことで、こういう番組がね、あの、うちの番組のモットーはですね、はい、深刻な問題を楽しく笑って、あの、学べるということをモットーとして、はい。今日は冗談少なめでしたちょっと少なめだったね。うんうん、だけども、そういうモットーでやっておりますので、よろしければチャンネル登録といいね、はい、よろしくお願いします。はい。ジョン・トラボルトがお送りいたしました。<laughs> 今日も読書。読書。